ポーツの秋、アスリートたちが真剣勝負。スーパープレー続出の大運動会スペシャル。現役日本代表や世界チャンピオンたちが内田チームと中田チームに分かれガチ対決。さらに話題のイケメンや超人気芸人たちも参戦。内田篤人の SDGs スクール大運動会、果たして優勝するのはどっちだ。絶対に負けられない戦い開幕。世界的な取り組みの SDGs、 内田篤人が話題のゲストと一緒に地球の未来を考える SDGs バラエティ、内田篤人の SDGs スクール。この番組はミクシルの提供でお送りいたします。いつもを幸せに、リクシル。内田篤人の SDGs スクール大運動会スペシャル。さあ始まりました、新コーナーなすなかにし、なすでございます。今日は特別編運動会スペシャルということで、東京のアリーナ立川立飛に来ております。それではどんな勝負を見せてくれるのか、早速選手をご紹介しましょう。内田篤人率いる赤組チーム。さあそして対するは中田浩二さん率いる青組チーム。さあ今回この2チームで対戦するわけですけど、内田君どうですか、意気込みは。負けないでしょ青には。何ですかその根拠は。中田子率いるでしょ。中田子負けないよ先輩。負けない負けない。いや昨年のスポーツ三番勝負負けてますから。負けてましたその時。今回は負けられないです、ね、今回もリベンジ。もうこのメンバーですよ。いやそうそうたるメンバーです今日、はい、そうそうたるか本当に。そうそうたるでしょ。大丈夫か。だってあの四千頭身でも地味なやつが来るんだよ。そんなことない。すごいもんね運動能力。僕はちょっとあの家系がもうすごいんで、おじいちゃんボクサーで、で母親が器械体操で大学まで行ってまして、で兄ちゃんがヨットの国体選手で、姉ちゃんが空手黒帯の全国大会選手。すごいよ。で僕がサッカー部高校時代4軍の副キャプテンですから。急に下がりました。さあそしてプロバスケットボールリーグ B リーグのチームであるサンロッカーズ渋谷の石井選手、よろしくお願いいたします。かっこいいねやっぱり。これでも内田君としてはこのプロバスケットボールの方がいるっていうのは心強いです。そりゃそうでしょ、そのために呼んでますし、ね、とりあえず怪我だけしないでほしい。確かにねプロですから、はい、絶対一人出るから。大丈夫ですか。大丈夫です、ね、大丈夫です、お願いしますよ。さあそして今度青組いきましょう。青組にも同じくサンロッカーズ渋谷のベンドラメ選手。こういうの好きなんであの楽しむ準備だけはしてる、うん、あ心強いじゃない。心強い。さあそしてバチェロレッテジャパン2に出演して話題、さらに 3×3 の世界大会にも出場されたマクファー選手でございます。出たよ出たよ。あの僕のスローガンが恋愛もパワープレーの男なんで。あらおパワープレーで赤組は勝利に導きます。導く。今日も女性いらっしゃいますからね、たくさん。サラちゃんどうですかマクファー選手は。そして青組にも同じくバチェロレッテ出演者、鍛え上げられた体が話題になった中道さんでございます。よろしくお願いいたします。一人だけですよ、オープニング撮る前にパンプアップ始めようしてた。何してたんですか。見せるかなと思ってちょっと。今日頑張ってください。よろしくお願いいたします。さあそして赤組 TikTok で72万フォロワーを誇る岩田まーりちゃんでございます。よろしくお願いします。まりちゃんは以前ね番組にも出ていただきまして、そうなんですよね、カンフーの世界チャンピオン。そうなんです。すごくないですか。蹴りとか見たくないですか。見たいですね。ミットはあります。あミットない。じゃあ中西さんお願いします。すごいな。おかしいやん。じゃあやめますか。よろしくお願いします。
怖いってもうちょっとなんで俺な石橋おるやん。なんでなんで石橋でええやん。ミッドっぽいからっすよ。誰がミッドっぽいな。ミッドっぽいから。じゃあタントゥイという技を。え、なんすか。タントゥイです。タントゥイ。タントゥイという技や。頼むからどんな技かさっき言うて。もう怖いやん。もう何かがさ。それでは世界一のタントゥイお願いします。かっこいいな。タントゥイ。すごい。タントゥイありがとうございます。素晴らしい。蹴った後がかっこよかったもんね。小獅子が突っ込んできた。小さい獅子が。いやいや素晴らしかったです。タントゥイありがとうございます。マーリさんありがとうございます。もうさあそして青組にはアルティメット日本代表の田村智恵さんでございます。日本代表ですよ皆さん。田村さん、アルティメットというのはどういう競技なんですか。アルティメットはこのフライングディスクっていうのを使う競技なんですけど、はい、アメフトとかサッカーのボールがフリスビーになった感じ。僕ね見たことあるんですけど、はいはい、めちゃめちゃきついですよね。きついです。走ってもうスプリントで飛びつくんですよあれに。なんかこういうなんか優しいスポーツじゃなくて、うんうん、もうダーンって結構。じゃあぶつかったりとかもあるの。一応タックルとかはなしっていう決まりがあるんですけど、やっぱぶつかりますね。でしかもそのサッカーと同じぐらいのコートの大きさで7対7で、ドリブルがないんでずっと走ってるっていう。あのサッカーのコートで7人って結構厳しいんだよ。厳しい。結構、はい、ね、めちゃくちゃ。実際飛ばしてもらいたいですね。お、いいんですか。どこまで飛ぶもんですか。体育館で風の抵抗がなければ奥まで。すごい。そうでしょ。奥から奥行けちゃう。ちょっと見たいですね。これ大丈夫ですか。では田村さん、はい、お願いします。お願いします。うわー、待ってた待ってた。俺が犬やったら追いかけてたもんね。確かに楽しいであるな。さあそしてさらに青組には TikTok のフォロワー数97万人、人気 TikToker にして元ラストアイドルのメンバー西村穂乃香ちゃん。よろしくお願いします。出たよ穂乃香ちゃん。出たよ。私もともと美容師だったんですけど、あの内田選手お客さんでいらっしゃってました。嘘。そうでもちょっとまだあのペーペーだったんで、うん、オレンジジュースしか出したことないんですけど。切ってはないんだ。態度は悪くなかったですか内田さんの。はい大丈夫です。大事だからね。では早速なんですけどメンバー代表の内田君から選手宣誓よろしくお願いいたします。宣誓。我々選手一同はスポーツマンシップにのっとり正々堂々と戦うことを誓います。そして SDGs 3つ目の全ての人に健康と健康と違う。ちょっともう入れちゃう。ここスムーズにやってもらいたい。さっきね裏で覚えてきたんだけど。全ての人に福祉と健康を見習いスポーツを通じて競技職業年齢性別の垣根を越えてみんなで健康的に楽しみます、うん、そして現役選手は怪我なく、僕はもう引退して2年経ちます。怪我をしたら助けてください。中田もね。はい、はい、終わり。終わり。はい、ありがとうございます。勝利したチームには資源を循環させて飼育しているサステナブルなお肉、岩手牛のステーキ6万円分をプレゼントいたします。6万円だ。嘘。マジで。勝利チームには稲わらを餌として食べ。排出される堆肥を田んぼに利用し稲を育て資源を循環するように飼育された。15番の陸の豊かさも守ろうにつながっている岩手牛をプレゼント。それでは内田篤人の SDGs スクール大運動会開幕です。秋の大運動会第1種目は早速最初の競技に参りたいと思いますが、今回実況にはサッカー、競馬、ゲーム、多種多様な実況スキルをお持ちの田口アナが来てくれてます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。元テレビ東京アナウンサーの田口です。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。さあそれでは第一競技はバスケの 3x3 対決ということでございまして、今回は B リーグのサンロッカーズ渋谷の皆さんや 3x3 のプレイヤーのマクファー選手来てくださってるということで、このバスケの 3x3
こちらで対決していただきます。かなり楽しみな、ね、試合になると思うんですが、まずサンロッカーズ渋谷の皆さん、うん、SDGs の活動にも力を入れているという情報がこちらに届いておりますが、はい、まあ、SDGs をより身近に感じてもらうためにこれからどんな活動をしたらいいかっていうのを、まあ、選手だったりファンの皆さんから書き出してもらって、それをポスターにして、まあ、試合会場や渋谷区の区役所に貼り出しています。奄美大島の伝統工芸である大島紬を使ってユニフォームなどを雑貨にして伝統工芸を未来につなぐっていう活動をしています。こちらは SDGs でいうと9番、産業と技術革新の基盤を作ろうの取り組みということでございますね。はい、さあそれでは田口ちゃんのこの 3×3 対決のルールお願いいたします。はい、制限時間5分間の試合、今日は2回戦行うということになります。はい、ラインがありますが、この外からシュートを決めると得点は2点、うん、内側からですと1点が加算されます。はい、最終的に合計得点が多い方が勝利という番組のオリジナルルールを今回採用ということで、得点を取るかリバウンドを取ったら攻守が変わるというルールで、皆様には戦っていただきます。さあそれでは各チームのリーダー、出場メンバーを発表してください。まあ、最初の競技なんで僕いきます。はい、1人目。おお、浮田君早速。まあここは勝ちたいんで、はい、石井さんとマクファーさんでいきます。固めてきましたね。実際どうですか、お三方勝てそうですか。え、どうですか、勝てますよね。やんなくてもいいんじゃないですか。俺いらないらしい。せめて入れてあげてください。内田君はよろしくお願いいたします。はい、さあ続いて中田さん、どうしましょう。マツと出るなら僕出ます。お、はいはい、お、そしてベンドラメさんと肩強そうなんでね、田村さんいきますか。お、田村さん、お、ね、負けない、負けないですよ。やったんで。さあちなみに青組お三方、意気込みはどうでしょう。やったろうじゃんかよ。いいですね。はい、それではスタンバイお願いいたします。さあそして実況席には赤組の岩田真理ちゃんと青組の中道さん来てくれてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ真理ちゃんどうですか。はい、どちらが有利そうですか。なんか赤組に出たプロの選手2人入ったみたいな感じ。そうなんですよね。だからもうやっぱ赤組が勝つんじゃないですかと私は思ってます。ね、ただ、はい、あの田村さん、はい、意外と高校までバスケしてたみたいなんで。あ、そうなんですよ。経験者なんだ。経験者なんですよ。そこで青にもチャンスあるんじゃないかと思っております。そうか。さあそれでは第一競技 3×3 対決に参りましょう。まずは先攻赤組内田チームから、よーい。さあ今5分間の戦いが繰り広げられます。赤チームにはプロが2人いるというところで、ファーストシュートどうだ。これはリバウンド、攻守が変わります。変わった。今度は攻める青組ということになります。こう1点要するというところで、シュートは決まった。これは2ポイント。2ポイント、ね、すごい。こんなに激しいんだ。攻守は線をまたげば変わるというところ。ようやく赤組が1点を返します。長いけど大丈夫。これ赤組ね、やばいですよこれ。ちょっと赤組頑張って。はい、いやいや、いや、内田くんのゴールで同点。白熱してきました。ここから経験者はこの体力のね使い方がうまいですけど。おっと、で欲しい。あ、今めっちゃいいとこだったのにね。中田君、ね、見て、そうだ、この試合すごい、さすがプロバスケ選手、すごすぎます。すごい、ああいうのが決まりますよ。さあさらにそこで中田君、いやしかしサッカー選手のポイント見たいんですが、ここで決めていく。届くか、どうだ、このショット惜しい。あれ入ったらな。さあ赤組の反撃が、マクファー決めた。さすがのプロ、うわうまっ、素晴らしい。マクファー君の2ポイントシュートで赤チームが突き放す。おっと、おかしいな。マクファー選手かっこいいんじゃないですか。中道さん、さあこのトリッキーなパスからレイアップ。ちょっと切り替えがえげつない早いんだが、かなり優位に戦っています。さあそして中田さんからベンドラメ。マジで、ベンドラメ。ハイレベルすぎへんか。いやすごい戦いです ね。ねえ、さ
これもさ、藤田君が、おっ、いつもか、うわー、かっこいい、シュートまでのテンポの速さがすごい、テンポが速いですね。これぞ 3x3 というようなハイスピードのコンボ戦。うまい、またまおチームそのままですよ。ちょっと落ちたテンポか、ちょっとここで時間かけてきた。タイム、1回タイム、ちょっと待って、ちょっと押したの、タイム止まってますか。休憩がない、休憩が5分間だから、5分間、ね、ちょっと待って、5分長ない。でも見てたらすごい楽しい。楽しいでしょ。もうね、目で追っかけてるだけで酸欠だから、酸欠、まあ、ちょっと気持ち悪いな。そんなことより試合スタートしてください。さあ、元日本代表をもってしてもやはり体力に厳しいという言葉が出ましたが、どうだこのショット、欲しい、うまい、うまい、で見せた、あれかっこいい、これを2人でしっかり止めます。マクファー、もう一度内田狙っていったが惜しい、入りません。あと40秒ですよ。まだ赤組の攻撃が続く中、ワード内田、おおちょっと今どうでしょうか。今こんなような仕草が、ちょっと今の怪しいですよ、ちょっと怪しいですね。あれ本来であればトラベリングですよね、なりますね、はい、ね。さあ、その間に試合続行で青組の攻撃になっています。ベンドラメ中田、ここのショットはいい攻撃だ。怪しい。さあ、田村フリーで打てる、パスが回る。さあ、時間がないぞ、このボールはかっこいい、さあ、時間がないぞ、このボールはかっこいい、ここでファーストクォーターが終了です。さあ、ということで両チームのキャプテンからメンバーの改めてオーダーをいただきたいと思います、はい、赤チームメンバー変更します。俺に代わってサラちゃんが入ります。リーダー変わっていいんですか。いいよ。きついのよ、5分が。前半は内田くんチームが2点リード、両チームメンバーを変更して後半戦スタート。それでは後半戦に参りましょう。後半戦スタート。さあ、セカンドクォーター、赤組から、おっと、サラちゃんだ、優しいパスを、秋田さんめっちゃ3本でいけるけど大丈夫。今めちゃくちゃ3分以上歩いてるけど、いいで、続行ということになります。サラちゃん、ディフェンス、ディフェンス、サラちゃん、さあ、青組としてはビハインド2点があります。このショット今のボールで、素晴らしいショット。後半から出場の中道くんのミラクルシュートで試合を振り出しに。すげー、入れた、すごい、こっち入れた、あっという間に帰ります。すごい、しよ、あ、いいよ、真剣なプレー見たいよ、中田、この膝気をつけて、膝、おお、さあどうだ、決まった、追いついたんじゃない、完璧なショット。さあ、サラちゃんの一本が見たいな。そうですね、ここに来た、フリーのサラちゃんだ、どうだ、決まった、決まった、いよいよ、まだ2点差がついています。負けちゃいました。さあ、1分切りました、残り50秒。さあ、このショット逃げ切ってます、これでかい、青やばいよ、4ポイント差です、ナイスナイス、青やばいよ。さあ、2ポイントショット、うまい、うわ、なんであんな入るの、なんであんなボコボコ入るの、しっかりと決めていく。終了間際の激しい攻防、決めていった。果たして勝ったのは、終了、点の取り合いとなった第1種目 3x3 対決、勝ったのは青チーム16点、赤チーム19点、ということで 3x3 対決は赤組の勝利。内田君勝ちました。いや、やっぱりね、お二人なんであんなボコボコ入るの、すごくないですか、うん、あとちょっとサラちゃん、はい、3歩以上歩いてたけどこうやって入ってたけど、サラちゃんがルールです、サラちゃんがルール、サラちゃんがルールです。サラちゃんどうだった、ね、楽しかったです。楽しかったな、よかったよかった。さあ、青組中田君負けてしまいました。いや、なんか汗かきすぎじゃない、いやいや、そんだけやったから、汗かきすぎじゃない、やったからね。
勝ったと思ったんですけどね。チームワークも良くて、ね、そうチームワーク良かったし、いや惜しかったですけどね。ということでまずは赤組に1ポイント入りました。青組も頑張ってください。次回の SDGs スクールはプロ選手たちのガチ勝負、秋の大運動会スペシャル。やば、21、22、22、きついよ、ここから。やばい。追いかけたマイレルはまさかの結果に一同驚愕。ここで決まった、パーフェクトゲーム。何一つ面白くない。それでは皆さん YouTube チャンネルの登録とグッドボタンをお願いします。